根本的なことを言うと、うんうん、別に英語やったかどうかはあんま関係ないじゃないですか。そうですね、うん、もう終わったことですからね。だからまず考えなきゃいけないのは今の自分の実力、まあ、模試の偏差値だけじゃなくて単純に参考書だったり、はい、武田塾チャンネル。あと2ヶ月で今年終わりですよ。もう早いですね。あっという間ですね。もうこの時期だとこう今からやって本当に間に合うんですかと、大丈夫なんですかっていうふうに不安になる子が結構多かったりしますよね。まあ間に合わせるしかないよね。そうですね。やっぱり今までやってきたことを信じて、うん、こう地道にやることが一番伸びると思うんで、はい、まあ、そのためにね、もし何か困ったことがあれば、はい、まあ、相談してもらえればということで、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。天海先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、高校3年生の慶応法志望ですと、うんうん、9月にあった英語入試では残念ながら不合格でしたと、うんうん、夏休みもほとんど英語対策に費やしていたので模試の偏差値も下がってしまいましたと、うん、下がってしまいましたと、うんうん、これから4ヶ月で合格するにはどのように勉強していけばいいでしょうかと教えてくださいという質問が来ています、うん、なるほどね。英語での対策、まあ時間かかりますよね、結構慶応法とかになってくると、うんうん、ただね、根本的なことを言うと、うん、別に英語やったかどうかはあんま関係ないじゃないですか。そうですね、うん、もう終わったことですからね。 それ自体はもう終わったことなんで、うん、だからまず考えなきゃいけないのは今の自分の実力、まあ、模試の偏差値だけじゃなくて単純に参考書だったり、まあ、なんか予備校とかで授業を受けてんだったらそのテキストのレベルだったりその完成度具合ですよね、はい、それはまず見ていくべきだと。なるほど、まずは現状把握と、うん、はい、うん、次にやっぱその第一志望の過去を見るべきだと思いますね。慶応法ですね、この場合、うんうん、まあ、慶応法ってめちゃめちゃ本当にむずいんで。そうですね、はいはい、まあ英語を練習してたってことは、まあ、うん、小論文はある程度いけるのかなって気はするんですけど、はい、やっぱそこだと英語とね、まあ、社会なんで英語と社会がどれだけできんの現状っていう話になると思うんですよね。うん、だからやっぱその単純な話、間に合わせたいなら、まあ、武田塾の、ね、ルーツとか参考にしてもらって、はい、まあ、慶応のその法の動画もあるからそれに必要なものをまずリストアップして、うん、今の自分の実力からそれもやってってくれれば、まあ、はい、いいとは思うんですね。そうですね、中森先生の大学別対策動画がありますもんね、うん、はい、あれ見ればバッチンですよ、うん、ただあと言うのは多分この状況から慶応法を狙いに行くっていうのは本当に一発勝負になる可能性が高いだってことですね。うん、その下のマーチが結構危ういんじゃないのかって感じです、ね、うん、もう多分慶応法の対策しかできない可能性が割と高い、はい、しかもかなりリスクある勝負の形でっていう、だ一つちょっと考えてほしいのは慶応法に特化して、まあ、一発勝負って感じでリスク取って頑張ってやっていくのか、もしくはマーチなんとかどっかしら受かりたいっていうような形でそっち目指すっていうのも一つ選択肢としてはあるっていうのは頭の中には置いてほしいですか。正直もうこの時期から勉強を、ね、あの本格的に始めるってなったらもう二択なんですよね。要はそのできるだけ受かるところを現役でどうしても入りたいかに目指すか、もう最悪全落ちになってもいいから一発勝負かみたいな、はい、どっちもってなるとやっぱ取れないから時間考えたらね、どっちもどっちの可能性も下げるだけなんで、それやると。そうですね、うん、まあ、自分の状況を把握した上でプラン立ててほしいってことは、それはもう受験相談来てもらっての方が、うん、いいかなとは思うんで、だけどその上でどういうこう優先順位をつけるかですね、はい、浪人覚悟でそれこそ突撃するのか、いやちょっとやっぱ浪人はできないから、その志望校はやっぱその受かるところにっていう感じになるのか、それを踏まえた上でどうしたいのか、まずはちょっとその辺どうするのかっていうのを決めてから戦略を立てるっていうような感じですかね、はい、うん、はい、まあね、確実に間に合うとかまでは言えないんですけど、はい、どうしたら一番可能性高いかっていうのは来ていただければ全然提案はできると思う。その辺はバッチリと示すことはできるので、うん、まあ、いつでも頼ってもらえればってところですかね。はい、まずは現状把握と目標との差を理解するところから、ね、はい、あとは自分自身の願望をどうするかというと、そうですね、うん、はい、それを決めてからやってくれるのが一番伸びると思います、はい、で今回の質問は以上です、はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、
チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。